きチャンネル登録グラフィー。でかいともう飯食うてないから、ね、はい。もうボロボロやったもん。圧倒的ゼロポイントでよろしくお願いいたします。行きましょう。今回大事、来い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 よ、頼む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 来い。どうも、クルソクです。どうもです。ヤサギです。スネです。ユウジです。ジュンジョです。やるぞ。さあ、今日なんですけども来ましたね、はい、はい、第6回くじ引きチャンネル登録グラフィー。失礼しました、47都道府県ね。そう。さあ、来ましたね。来ましたよ。第6回ということで、はい、もう6回ですか。もう折り返しですね、はい、折り返したか。現状毎回ですけども朝6時でございます、はい、ね、まあ今回ね、はい、今回から順位長参戦ということで、よろしくお願いします。そして中野さんのね、中野さんやって順に距離感取る中野くんの代わりにという、はい、引き継いでくれるということで、はい、よろしくお願いします。頼むよことなんですが、まずごめんなさい、はい、まあこの47都道府県企画、まあこれ恒例なんですけども、はい、コメント欄を受けていろいろ変えていくというところなんですけども、はい、今回実は一件ちょっと訂正したいなと思ってます、はい、まあ、一番コメントも多かったし、なるほどなと思いました、はい、そして僕的にちょっと判断間違えたなとも思いました、うん、何かっていうと、まあ、前回第5回、うん、ナナくんが、ナナくん、ナナちゃ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 んじゃないのよ。ちゃんナナがちょっとね、いろいろあったじゃないですか。そうそう、いろいろありました。いろいろ気になる方は動画を見てください。まあちょっと佐賀県に行きましてですね、はい、まあいろいろあって、はい、でまあ失格となった。失格。で中野くんは中野くんで、ちょっと遅延で、ね、遅れてしまったというところで、はいはい、まあ僕の中での判断で、ちょっとせっかく頑張ってたし、うん、ポイントを10ポイント10ポイントでもいいんじゃないか。うん、安田にも確認したらいいですよって言ったからそうしてたんですが、はい、ちょっとコメント欄の方でもう結構あったんで、はい、やっぱりそれはおかしいんじゃないかって、はい、俺はちょっと嬉しかった、うん、すごくリアルにやっぱり考えてくれてるんだな。ですよ、俺の考え、変な優しさいらんかった。いらん、いろいろここもみんなで話し合いました、はい、ポイントを見直させていただきます、はい、前回、まあ、トンボさん、はい、自分のまあミスで、はい、完全なるミスで、完全なるミスよ、もう失格となりましたんで、はい、トンボさん前回10ポイント言いましたが、はい、ゼロでいきます。そりゃそうや、そりゃそうだ。失礼いたしました。何をいただいてもうたんや。そうそう、俺も素直に10ポイント受け取っちゃったから。すいません、失礼いたしました。本当に失礼いたしました、はい、そして、中野くんなんですけども、はい、これもね、たくさんいただきました、うん、で、僕もこれ刺さった、確かにそうやと思ったのは、うん、まあ遅延だからしょうがないっていう意見もあると思います、うん、だから中野くんは10ポイントのままでいいっていう方もいるとは思うんですが、うんうんうん、やっぱここもちょっと話し合った結果ですね、はい、例えば今日ね、みんな3人誰かが行きます、はい、3人誰かが行って、うん、普通にちゃんと帰ってきて、でも3位の人、まあ、ベベの人はやっぱり10ポイントなわけで、はいはい、でも遅延って中野くんやっぱり遅れた、これも運なんですよね、うん、この企画自体やっぱりくじ引きなんで、そうそうそう、やっぱ運の要素が大きい、はい、そういうのをもう全部ひっくるめて考えた結果、うん、10ポイントやっぱおかしいな。そうですね、まあ、これ今回引き継ぎやけども、はい、中野くんはゼロではなく、はい、5ポイントにさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。なのでもう一度ちょっとおさらいいたしますと、はい、ポイントが、トップが現状リュウジ、うん、はい、80ポイント、そしてまあ僕はまあ賞金関係ないんですけども60ポイント、はい、そして安武が来ましたね、どんどんと、はい、50ポイント、ありがとうございます、そして常が40ポイント、はい、そして、順委員長が、はい、25ポイント、はい、そしてトンボさんが20ポイント、うん、最下位になっちゃった。最下位になっちゃった。まあそろそろですよ、ね。だからリュウジとまだ60ポイント差だ。すごい差だよこれ。ところでございまして、うん、はい、本当にまあありがたいコメントたくさんありがとうございます。ありがとうございます。そこはちょっと変えさせていただきます。はい。それ以外はちょっとそのままで、はい、やっていこうかなと思うんで、行きますか。行きましょう。もう忘れないよ、はい、先に俺お伝えするよ、はい、ルール説明、はい、そしてこのコメントもいただきました、はい、確かにセアはいただきました、はい、何かというといつもね僕がルール説明こちらですって言った後、うん、視聴者さん見てもらった後に、うん、あのもしよかったら一旦停止してくださいね、はい、先言えよ。そうでございます。本当にそう、はい、なんで言った後にもう一回戻させんの。刺さりました、ありがとうございます、はい、刺さってます、刺さってます、すいません、はい、なのでですね、うん、今からルール説明ちょっと出しますんで、はい、ちょっと短めになりますが、はい、一時停止してみてください、はい、ルールはこちらです。はい、
い、こちらがルールとなりますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。確かにそれで言ったら前回とも飯食うてないからね。はい。もうボロボロやったもん。圧倒的ゼロポイントでよろしくお願いいたします。もうでも心機一転の気持ちで。そうだね。はい。だ改めてほんまにこれある種新ルールやけども、やっぱりくじ引きで運がでかいから、うん、そして遅延も変な話、うん、早めの乗ったらいいから。そうそう、なんかそんな話もしてましたし、ね、軽くしてたと思う。うん、そうそうそう。改めてね、うん、遅延だったりとかで遅れた人は5ポイント。はい、5ポイントよ。で、自分の完全なるミスの人は、ちょ、なんでそんなに。とにかくゼロということでね。ゼロですよ。行きますか。行きましょう。ドカンと。だよ、これなのよ。さあ、これね、混ぜときますから、お客さんね。今回、大事。来い。ほんまそろそろ俺も行きたいからね、うん、前回ちなみに行けなかったのが僕と常と龍二。はい、誰から行きたい？おいいっいいすか。どうぞ常さん。ハッピーマン。自分行きますわ。そやな、そりゃそうよね。クリッ常来い来いよ。ほんまめちゃくちゃ行きたがってるからね。ちょうだい。頼む頼む頼むぞ。来い来い来いよ。ああこれトンボさん、死んだー。お待たせいたしました。見事すげえ見事よ。やりましたやりました、ありがとうございます。すごい、よし、これはすごいわ。よし、あー、引いたね。もう気合い入ってますから。よし、どうする、どっち行く。じゃあ、僕行っていいですか。よユージ、入れてくれ、入れてくれ、入れてくれ、はい、お願いします。はい、来ました。誰なの。誰なのさ。はい、誰なのさ。誰なのさ。お願いします。誰だ。僕が引いたのは、はい、ヤスタケさんです。ちょっと待ってくれよ。よしよしよし、ちょっと待って、前回と一緒やん。よし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 、最近痩せエグない。そうなんですよ。申し子みたいになってきてるよ。ちょ、俺はもうまあ逃げていい、俺自分で。聞けるかな。お願いします。行こうや、この初期面で。あ、なるほど、行きましょうか。初期面で行こう。初期面対決。おもろいな、これ。もう誰でもいいよ。いやー、おもろい、おもろい。これにしよう。誰や、お願いします。誰だ誰だ。来い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 。ちょっと待ってな、本当に来い。止める。あれ出ました。はい、誰。第6回、第6回47都道府県チャンネル登録グランプリ。はい、トンボヤスタケと来て、はい、最後に行くメンバーは、純一ちゃん。マジ？やった、どうも純一ちゃんです。すごい、すごい、全く一緒、全く一緒、全く一緒。前回と全く一緒。マジか。うわこれリベンジの神様が微笑んどる。え、マジやばない。よしよしよし、中野さんのポジションだもん。そういうことやるね。マジで嬉しい。やっやった。これは整った、整いましたね。いや、ちょっと嫌やな。やだやだやだ、ちょっと嫌やな。いや、ごめん、だいぶ嫌やな。いやいや、全然嫌。え、なにこれ。だから小部屋の方も、はい、全く同じメンバーで踊ってきた。そうだよ、全く同じことしよう。変えて、ちょっと待ってくれ。だからポイントもおもろなってくるのよ、また、うん、すごい低いもんが選ばれてんの、うん、はい、まあ、安武がこれで、ね、もしトップ取ったら、はい、リュウジに並ぶよ、はい、やばー。安武お前こらさあ、こっからいどうぞ。来た来た、俺ですよ。誰から行く。あ、そうか、まあ、はい、この順番で行っちゃうから、はい、一体どこ、どこどこ行くの。お前どこ行くの。どこ行きたいですか。リベンジの神様。おビリーブ。来た来た。よく混ぜてね。ガツンってやめてたけど、リベンジ失敗したけど俺が。いや、すごいな、ほんまに光った。これです。光った光ったっつって見てたの。
完全に。うわどこやろ。まだ大阪とか残ってるからね。東京までだよ。東京だ。ちゃ？星もあるんだ。そうだ。確かに。来ました。え、何？どこ？どこ行くのあなた？私、山口トンボが引いた都道府県は宮崎県。おお、また九州や。すごい。お前すごい。これはすごい。宮崎すごい。完全にリベンジの神様が母親だな。いいね。来ました、宮崎県です。いいとこだよ。ありがとうございます。宮崎いっぱいありますからね。もう美味しいもんもいっぱいあるし。はい。九州引くよね。いや九州引きたかったんですよ。いや素晴らしい。よ、ありがとうございます。さあ、安武さん。ありがとうございます。安武さんが意外と遠出してないよね。うん、確かに。そうかも。奈良は行く。奈良は行く。あ、奈良は行く。そうか、そうか。しかにチャンネル登録お願いします。もうすぐ行く。早っ。なんかもう。すごい、落ち着いてらっしゃる。どこや。最近結婚式もしたから。ありがとうございます。もっとモテる。取るんや。どこ行くの？どこや、安武？出ました。え、なに？私が行くのは、栃木県です。栃木県。やっぱその辺行くよね。本当だ。茨城、山梨、栃木。すごい。すごい。関東の男。関東の南北ら辺。栃木いいよ、でも。めちゃくちゃいいよ。車だ。あ、車で行けるのか。行ける。また。まあ電車でも、まあ多分それは作戦次第やけど。車かー。あれ栃木って餃子やったっけ。宇都宮。うーわもう最高じゃん。名産も多いですからね、栃木で。本当に強いぞ、安武の栃木県多分。やばい。さあ、はい、新メンバー順院長ジュン。どこやおじゅん。なんか東京とか引きそうでしょ。東京行くのよ。いきなり東京でも。東京行くな。東京行っちゃいますか。まあでもお願いします。おじゅん。こいつだ。あ、そう。あった？俺をっつってました、こいつが。ちなみに順位長見てたと思うけど、はい、星引いたら行きたいとこ行けるから、ね、うん、これも悩みますもんね。じゃあちょっと開けちゃいますか。順どこ？初どこだ？どこなの？一発の初よ。順、初めて行く場所、はい、決まりました。はい、死ねば順位長、うん、行かせていただきます。はい、静岡県でーす。やったー、静岡か。僕静岡県大好きなんで。え、マジで？はい、道わかります、なんとなく。だから静岡まで行ってレンタカー借りてって考えてます今。なんでその静岡詳しいの？僕それこそ彼女が、うん、静岡出身なんで。あ、そうだ、はい、よく行ってんだ。マジで行ってます。やばい、もう素敵やん。出た。もう毎月行ってるんで。トンスケさん出たね。トンスケさん出た。もう怒られるお前。なんかどうかしてたみたいです。テンション上がった、テンション上がった。静岡の名物、めちゃくちゃ名産あるんで。ハンバーグ、あ、爽やかとか有名。めっちゃいいじゃん。まあそこ自由やけど。はい。え、静岡ってどうやって行くの？静岡新幹線、うん、新幹線沼津、しかも吉本の劇場もあります、沼津。うわ、いや静岡強いぞ。強い、うん、なあ、おもろくない？やろう。さあ、というわけで改めて、はい、トンボさんが宮崎県です。安武が栃木県です。順一郎が静岡県です。いや頑張れよ。ちょっとごめん、まだ現実だね。あれ、え、ほんまにこれ楽しい休日を。もういよいよ楽しめないの。楽しめないなあ。ただでもこれはもうくじ運なんで。そうですよ。ちょっとまあ無理せずにね、はい、頑張ってくださいね。はい、あなたは本当に失格ならないように。わかりました、うん、じゃあ行く。はい、行きましょう。行く。行きましょう。マジ気づってる。なんで俺が2回しか行ってないの。くじだから。なんか持ってないやつみたいな。常もやっぱり遅刻してから流れ悪なって、ね。じゃあもう一回遅刻しようかな。逆にね。マイナスとマイナスで。いや面白くなってきました。第6回チャンネル登録グランプリ、はい、頑張ってねみんな、はいはい、気をつけてね、はい、無理せずにね、はい、よろしくお願いいたします。それではいきましょうか、はい、せーの、お願いします。
静岡県に帰りたいと思うんですが、まずは三島に行って三島からレンタカー借りようかなと思っております。こういう一人病棟が実は初めてなので、ちょっと緊張してますが頑張りたいと思います。はい、ということですね、今羽田空港に到着したんですけれども、あれから調べた結果ですね、本日九州地方が、かなりの大雨となっておりまして、宮崎も、例外ではないということで、でですね、宮崎空港雷雲のため条件付き運航となりましたということで、宮崎空港に着陸できない場合は羽田空港に引き返す可能性がありますという、ことに、早速なっております。私山口トンボ、果たして無事、宮崎県に着くことが、できるのでしょうか。無事宮崎に着きますように。はい、ということで栃木県は佐野サービスエリアにやってまいりました。まだね、朝全然早いんですけども、ちょっとせっかく佐野に来たということで佐野ラーメンを食べたいなと思ってるんですけれども、やっぱりラーメン屋さんって結構お昼ぐらいからしかやってないじゃないですか。サービスエリアなら食べられるんじゃないかなと思いまして、ちょっと早速行ってみたいと思います。佐野丸蔵です。かわいい。ということで栃木県といえば餃子もいいですけど、佐野ラーメンです。早速いただきたいと思います。いただきます。あ、うまい。スープ美味しい。あっさりの醤油で、もうコシがあってもっちもちでめちゃくちゃうまい。佐野ラーメン、佐野屋さんのラーメン、うわっ、チャーシューもうまいんかい、すごいおいしい。いやこれ朝一、結構ぴったりなぐらいあっさりめなんですよ。最後一口、味はしっかり濃いんですけど、そのあっさりめ、めちゃくちゃうまいです。ごちそうさまでした。はい、ということで佐野ラーメンを食べてきました。もちろんあの撮影許可もいただきましたのでありがとうございます。ということでまだなんと時刻は朝の8時15分でございます。この時点で私ご当地グルメはクリアいたしました。完全にこれあの車で行ける県っていう、その地の利を生かした、車の利を生かした作戦でございます。この調子でね、今回も1位を狙っていきたいと思いますので、はい、頑張っていきたいと思います。さあ、三島に着きました。これからちょっとレンタカーを借りてちょっといろいろ回っていきたいと思います。はい、じゃあちょっとね、あの静岡に来たらちょっとこうゆかりのあるところに行きたいなと思っておりまして、まずはちょっとそこに向かっていきたいと思います。今日も一日頑張るぞ。おう、さあというわけでですね、一軒目来たんですけども、ちょっとゆかりのあるところということで、ちょっと彼女のご実家に来ちゃいました。ありがとうございます。で、そして出てくださいました、ありがとうございます。あ、手振ってくれてありがとうございます。あら、あら、見てください、日本の宝です。赤ちゃんはね、出演 OK なんで。ちなみにカジサックチャンネルはご存知ですか、皆さん。はい、 ありがとうございます。チャンネル登録完了です。お父さんありがとうございます。 OK ですね。あ、でもお母さんしてあったんだ、もともと。ペンちゃんありがとう、してくれてありがとうね。はい、ありがとうございます。お会いできてよかったです。はい、というわけでですね、チャンネル登録とりあえずしていただきました、ありがとうございます。そしてですね、ちょっと頑張れよということで、こちら
差し入れの沼茶いただきました。抹茶いただきます。沼茶うまいです。めちゃめちゃありがとうございます。はい、というわけで宮崎ブーゲンビリア空港に無事到着いたしました。やりました。天気の方はですね、あいにくの雨でちょっと風もね結構あるかなという感じなんですけれども、まずはですねレンタカーを早速借りたいと思います。宮崎つけてよかった。今回ですねこうあいにくの天気ということもあり、そして前回の反省も生かして、まずはですね早速宮崎駅に向かいたいと思います。今回の作戦はですね、前回ねご当地グルメが食べれないということもありましたので、ご当地グルメをとにかく早めに食べよう、そしてまあこれは作戦ということではないんですけれども決してテンパらない、今回の目標はテンパらないこと、これでいきたいと思います。でねまだ時間が、ランチ時よりもちょっと時間ありますので、まずは宮崎駅の方でですね、チャンネル登録お願いしたいなと思っております。まずは宮崎駅へレッツゴー。さあということで宇都宮駅を目指してきて、今宇都宮市街に来たんですけれども、こちらご覧ください。奥に神社があるのが分かりますでしょうか。こちらが二荒山神社という、神社だそうです。なんと1600年ぐらい前に建てられたという由緒正しき神社ということですので、さすがにねあの境内とかの撮影はできないと思いますけれども、ちょっとこちらの方を参拝させていただいて、この企画のね大成功とみんなが無事に帰ってこられることとかをねお参りお祈りしていきたいと思います。ということで今、無事参拝をしてまいりました。茅の輪っていうなんか藁みたいなのできた輪っかみたいなところをくぐってから、4回くぐってから参拝するっていうね、そうするとなんか悪いものが取れていいみたいなのがあって、それをやってしっかりお参りしてまいりました。そしてなんと今気づいたんですが、この神社の向かい側ですね、ご覧ください。覚えてますでしょうか。多分3年ぐらい前ですね、カジサックが1回動画できたキラッセ、あそこが目の前にありますね。懐かしい。今宇都宮の本当駅の近くにある八幡山公園というところに来ました。そこになんか宇都宮タワーっていうものがあるらしいので、ちょっとさ見てみたいなと思って今来てるんですけど、ありました、宇都宮タワー。さあ今宇都宮タワーの足元に来ました。はい、こちら宇都宮タワー、月曜日は休園日、本日は休園日でした、残念なので宇都宮タワー登れずということで、はい、戻りたいと思います。同じ公園内に宇都宮競輪場がございます。本日は開催はされていませんが、これ競輪場もございます。いや開催されてたらね、僕も39万円一点勝負したんですけどね、開催されてなかったんで、はい、沼津港へ、やってまいりました。ちょっと声かけていきたいなと思います。よろしくお願いします。お兄さんありがとうございます。記念すべき、ありがとうございます。沼津港湾さんに来させていただきまして、下にですねこう商店街があるんですが、そちらの撮影許可がおりました。ありがとうございます。そしてですね、撮影許可と同時にですね、事務所の、お姉さんにですねチャンネル登録していただくことになりましたので、嬉しいですね。対応していただいてありがとうございます。さあというわけでですね、
なんとカップルの方ですね、チャンネル登録 OK いただきまして、そして顔出しも OK をもらいました。ありがとうございます。いえいえ、こちら見ていただいてありがとうございます。おはようございます。あ、最高で押していただきました。確実にありがとうございます。続いて登録 OK ということで、しかも顔出しも OK ということで、こちらお二人です、どうぞ。ありがとうございます。いや嬉しい。ちなみにタジサックチャンネルは見たことありますか？名前だけは聞いたことある。でもありがとうございます。名前だけど、いやぜひね、あのこれを機会に見ていただきたいと思って、めちゃくちゃ面白い企画やってる。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。お二人ありがとうございました。これから見てくれますか、ちゃんと。見ます。本当かな。あ、最高のカップル。ありがとうございます。登録済みでした。ありがとうございます。そのまずい。ありがとうございます。こちら登録ボタンお願いします。やったー、タクミーバイバイ。タチイエーイ、ありがとうございます。またまた、カップルがありがとうございます。すごい今シンクロしてた。素敵です。ちなみに、はい、カジサックチャンネル見たことはあります。あ、あります。あ、やった、はい、チャンネル登録はしてない。何なんしてないんだよな。でも今日気にねしてくださるから、はい、登録すみすみありがとうございます。ちなみにお兄さんお姉さんは、静岡の方なんですか？いや、東京から来ました。一緒、はい、勇気を使って、勇気を使って、はい、最高だね。お姉さん方が3人、チャンネル登録 OK ということで、いいですね。ありがとうございます。じゃあちょっと登録いいですか？はい、はい、私してる感じね。そうですね、もう登録してたんですよ、バッチリ。私、今から登録します。あ、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 嬉しい。やったー。これから見てくれますか？はい、見ます。よっしゃ。あ、かんちゃんとか見てる。あ、お、すごい。僕が、あ、あ、あれはお姉さんが覚えてくれる。ゲットです、ありがとうございます。ありがとうね、かわいいね。あ、ゆめちゃん、今回ゆめちゃんがですね、あ、ゆめちゃんじゃなかった、お姉さんから、ありがとうございます。はい、バッチリです。はい、というわけで宮崎駅に到着しました。見てくださいこれ、日向夏ポストね、黄色は幸せの色と言われているですね、日向夏ポストの目の前に今おりますけれども、ちょっとですね雨が強くなってまいりました。雨ということもありまして、とっても広くて、大きい駅なんですけれども、ちょっと人が、まばらな感じでございます現在は。でもですね、ランチの時間まではちょっとここで頑張ってチャンネル登録のお願いをしていきたいと思います。頑張ります。はい、というわけで宮崎県記念すべき1人目の、男性の方、チャンネル登録していただけるということで、はい、はい、ありがとうございます。これからカジサックチャンネルぜひ見てください、よろしくお願いします。さあ、2人目のお兄さん顔出し OK ということで、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、今ですね開始10分ぐらいにしてですね、前回の佐賀県の7人に並びました。これは幸先いいです。この調子でねガンガン声かけていきたいと思います。今ですね、視聴者さんに、声をかけていただきました、ありがとうございます。チャンネル登録してくださってる、ありがとうございます。ちなみに好きな動画とかあったりしますか？やっぱり最初の、はい、一日ママ体験、一日ママ体験、ありがとうございます。これからもぜひ開作チャンネルよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、今ですね僕がお声掛けしたタイミングと同時に、あーってなって、トンボさんですかということで、なんと視聴者さんに、お声掛けいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。宮崎にいました。ちなみに好きな動画とかって？はい、あの視聴者さんの結婚式の動画があったり、はい、サプライズの、はい、あれがすごく好きで、あ、本当ですか、泣きました。ありがとうございます。これからもぜひカジサックチャンネルをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
なんと視聴者さんに声かけていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちなみにお好きな動画とかってあったりします？はい、やっぱり、はい、三夫婦企画が、三夫婦企画、はい、好きです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。さあ今ですね、イカしたお兄さん二人組に声かけさせていただいてありがとうございます、はい、お兄さんも今しました。ありがとうございます。これを機にぜひカジサクチャンネル、はい、ぜひご視聴ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まだ雨は、ずっと降っておるわけなんですけれども、なかなか幸先いいんじゃないでしょうか。でですね、作戦通りですね、もう早めにご当地グルメを食べたいということで、今からちょっと食べに行きたいと思います。行ってきます。はい、 JR 宇都宮駅に到着いたしました。いろいろ見たりしましたが、とりあえずはここ JR 宇都宮駅で、一旦頑張ってみたいと思います。すみません、今こちらの男性の方が顔出し OK ということで、ありがとうございます。こんにちは、はい、頑張ってください。ありがとうございます。お兄さんの方からちょっとお声掛けくださって。いや、そうですね、はい、ちょっと緊張してますね。あ、本当ですか、はい、なんかいつか来るだろうと思ってくださって。いや、そうです、楽しみにいつも見てたんで。今日なんです、それが。運が良かったです、晴れてて、今回は。そうなんですよ。ただちょっと暑すぎるかなっていう感じも。暑いです、ね、いや、嬉しいです。いやいや、こちらこそありがとうございます。はい、はい、登録済みということでありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、すいません、今ちょっとお声掛けしてたらさっきの方が、すいません、いや、これ今日暑いんで。ありがとうございます、はい、飲んでください。なんとポカリの差し入れをくださいました。ありがとうございます。今日めちゃくちゃ暑いですもんね。いや、もう暑いんで倒れないように。ありがとうございます。優しい。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、というわけでですね、お土産の泉屋さんへ来ました。ありがとうございます。でですね、今日泉屋の、従業員のお姉さんがですね、登録してくださるということで。おばあさん、何をおっしゃってますか？で、これね、なんか限定商品なんですよね。そうです、はい、伊豆限定商品の、東京ラスクの伊豆限定商品を作っていただいたので、うんうん、ぜひすごいちゃんと宣伝してる。ありがとうございます。お買い上げください。はい、はい、チャンネル登録できました。ありがとうございます。こちらカモメマルさんに、させていただきました。カモメマルさん、めちゃくちゃメニューがすごいんですよ。僕ちょっと今回選びたいのは沼津三色丼、沼津三色丼にさせていただきます。なんとですね、今ちょうど今時間帯的にね、貸し切りということなので、今従業員の方が、みんなどうするどうする、チャンネル登録するということで、チャンネル登録してくださることになりました。ありがとうございます。こんにちは、今日お邪魔します。ちなみに貸し作チャンネルは見たことはあります？ありがとうございます。ありがとうございます。登録済みです。あ、今しました。ありがとうございます。あ、バッチリ。ちなみになんかこう、カモメマルさんの宣伝ありますか？宣伝。あ、ありがとうございます。お、来ましたよ、三色丼届きました。ありがとうございます。生しらす、桜エビ、これはアジのたたき、大盛りでございます。いただきます。すいません、ありがとうございます。いただきます。めちゃめちゃ美味しいです。美味しくいただきます。ごちそうさま。というわけでですね、沼津を探索終わりまして、今度はちょっと移動します。で、移動して静岡駅の方までちょっと1時間ぐらいドライブになっちゃうかもしれないですけど、ちょっといろんなとこ行ってみたいなと思うんで、ちょっと行っていきたいと思います。はい、ということでですね、先ほど、お会いした視聴者さんに、教えていただいた、こちら
チキン南蛮の奥田本店に来ました。やっぱりね、宮崎といえばチキン南蛮でございますから、こちらが有名みたいなんで、食べていきたいと思います。はい、来ました、小倉のチキン南蛮、こちらです。めちゃくちゃ美味しそうでございます。最高でございます。いただきます。ごちそうさまでした。ということで、小倉さんの、チキン南蛮、いや、めっちゃうまかったっすね。なんか今まで食べたチキン南蛮とまたちょっと違う感じで、さすが名店という、感じでございました。チキン南蛮、小倉さん、皆さんもぜひですね、行ってみてはいかがでしょうか。撮影許可も本当にありがとうございました。でですよ、雨足がですね、先ほどよりもかなり強くなってきたんじゃないかという感じなんですけれども、ここから先も、チャンネル登録バシバシしていただけるようにですね、いろいろ動いていきたいと思います。頑張るぞ。現在時刻は13時ちょっと前ぐらいなんですけれども、予想通り午前中はやっぱりそんなに人通りが多くなくてっていう感じで、現在気温は32度、灼熱です。でもまあ、ちょっと夕方に期待して頑張っていきたいと思います。こんにちは。すいません、ありがとうございます。ちょっとあの、気づいてくださって、お声掛けをくださってありがとうございます。ちょっと今チャンネル登録をお願いしてるんですけれども、よろしいですか。はい、ちょうど昨日、はい、見てたんで。あ、本当ですか。ありがとうございます、嬉しい。すいません、お二人ともしてくださってるということで、ありがとうございます。ちなみにどんな動画がお好きとかあります？お誕生日のやつ。あ、サプライズ系の、はいはい、この間の横浜スタジアムで走ってたやつ。おお、リュウジと常と、はい、みんなでファミリーで。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとあまりに暑すぎるので、ちょっと一旦車に戻りまして、そしてこちら日焼け止めを購入いたしました。ジェルタイプので、塗り直ししたいなと思いまして、無印で購入いたしました。SPF50+ の PA++++ なので、僕は飛行機の遅延よりも iPad をなくすことよりも日焼けの方が怖いんで、もう SPF ね、50あれば基本的には。日本の日差しにはね、もうオーバースペックらしいので、はい、安心だとは思うんですけど、日焼け止めをしっかり塗り直してまた頑張っていきたいと思います。さあ、ということで今、こちらのお二人が顔出し OK ということですので、ありがとうございます。カジサックチャンネルはちなみに見たことはあります？あります。私はもともとしてます。 ありがとうございます。ちゃんと毎日通知も、ありがとうございます。ズームと今新規でありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。今、ゆいというパーキングエリアへ着きました。沼津港を出て静岡まで向かっている途中のパーキングエリアですね。すごいんです、この海が一望できる珍しいパーキングエリアなんですよ。すごくないですか、これ。天気も良くて、もう海入りたいぐらいですね。じゃあ静岡へ向かっていきたいと思います。はい、というわけでですね、静岡駅に着きました。結構沼津の方の情報によると行き通りが多いっていうことなので、ちょっと来たんですけど、例えば平日ということで少し人がいないんですが、
まだお昼ちょっと過ぎるぐらいなんで、これから狙っていきたいと思います。チャンネル登録、あ、嬉しい、お兄さん、ありがとうございます。おーおー、いやいや、あれ元気いっぱいだ、すごいされてます。いや、ありがとうございます、お願いします、ありがとうございます。で、このお兄さんのお友達がこの人です。今、待ち合わせしてたのね。ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、頑張ってください。もうボケ慣れてんだよな、このお兄さん。続いてちょっとびっくりなんですけど、すみません、みつきちゃんと言います、よろしくお願いします。びっくりした、マジでびっくりした。なんで普通にそこに松坂屋買いに来たんだけど。あの、静岡お住まいでね、はい、そうなんですよ。あの、僕も個人で順位調チャンネルってやってるんですけども、はい、そちらで、見てくださってる方、もうみつきちゃんって僕ももうお互いに知ってました。はい、ありがとうございます。でマッサージもしたことあるんですよ、実は。ありがとうございます。いや、ちょっとびっくりした、びっくりした。え、ちなみにみつきちゃん、ハイサックチャンネルって登録してますか？もちろん。あ、もちろん登録済み、ありがとうございます。いや、びっくり、それはもちろんでございますよ。いや、嬉しい。ちょっとこの辺ずっと伝ってるから。あ、オッケーオッケー、うん、なんだか、あの、爽やか食べて帰りたい。爽やか食べて帰り、食べて帰りたいよ、爽やか。じゃあちょっと頑張ります、ね、はい、頑張って、お疲れ様でした。ありがとうございます、ありがとうございました。みつきちゃんが地元この辺らしくて、順位ちょっと、駅よりこっちの人多いよって言って、あのデパートの松坂屋の裏にご案内してもらってます。確かに人通り多くて、ちょっとここでちょっと粘っていきたいと思います。どちら出身なんですか？タイから来ました。タイから、すごい、ありがとうございます。オッケー、見てね。登録を、あ、ありがとうございます。せーの、やったー、ありがとうございます、嬉しい。ぜひ見てくださいね。ちなみに見たことありますか？あ、はい、あの、なんかコラボ動画とかでよく見たりしてます。ちなみにカジサックチャンネルは見たことある？ないですね。ないですね、素直で。お姉さんは？ないですね。じゃあ今日を機にぜひ見てください。いや、急にどうした？ごめんなさい、急に電波悪くなったんかと思いました。今、ありがとうございます。じゃあお姉さんの場合は、あ、白いです。あ、もう全然見せない。全然見せないけど、え、早わさ。来てください。ありがとう、元気だ。登録しちゃいます。早い早い。もう話分かりすぎて早い。行きますね。嬉しい。いや、3、2、1。いや、カメラ慣れしてんのよ。押してないから、ほんと。はい。早かった。ありがとうございます。押してある。ありがとうございます。バッチリ。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。自分ともコラボしてください。え、やってんの ?YouTube。やってないみたい。バイバーイ。あ、バッチリ。ちなみにこのアイスはバイト先の？これのアイスです。美味しい？めっちゃ美味しいです。絶対絶対静岡来たらこれだな。はい、絶対これです。間違いないね。全員来てください。わかりました。ありがとうございます。ちょっと顔出し OK の方が、ありがとうございます。すごいおしゃれな3人組ですよ。いいですね。お、3人が3人できました。ありがとうございます。これから見てくれますか？いやった、ありがとうございます。さあ、ということでですね、今ね、5人組の女性の方にお声掛けさせていただきまして、チャンネル登録していただけるということで、一人ずつ登録していただいてよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。じゃあこれを機にぜひ、カジサクチャンネル見てください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、今ですね、駅の方まで、また戻ってきたんですけれども、せっかくなら宮崎の観光スポットもちょっと行ってみたいなと思うのですが、この近くにですね、サンビーチ一つ葉という、レジャースポットがあるということなんで、この天気なんで人はいないかもしれないんですけれども、今から車で向かってみたいと思います。レッツビーチ。はい、ということでサンビーチ一つ葉にやってまいりました。いやー、ほんとね、晴れてたらめちゃくちゃ最高のビーチですよね、ここはね。土砂降りです。
宮崎駅に戻りたいと思います。乗りたい、乗る時間あるかな。ちょっと声かけ頑張っていきます。よろしくお願いします。カップルの方が多いと、伺って、参りましたが、ちょっと時間帯があれなのかな、いないんですよ。ですので、ちょっと早めに、三島に戻って、車を返して三島でもお声掛けしていこうかなと思っております。でもめちゃくちゃ楽しい。ほら、静岡大好きなんですけど、こういうとこあったなんて知りませんでした。なんか嬉しい発見。チャンネル登録お願いします。 ありがとうございます。チャンネル登録しました。最高の一枚です。ありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございます。お兄さんもやった、ありがとうございます。小腹が空いたのでおやつとして、頼ませていただきました。おやつなので、2枚盛りです。富士川のサービスエリアに立ち寄らせていただいて、富士宮焼きそば富士山盛りいただきたいと思います。うまっ。めちゃくちゃ美味しい。富士宮焼きそばって麺が違うんですね、なんかね。ごちそうさまでした。完食させてもらって上に、富士山ストラップ、そして充電ができるやつ、こちら買わせていただきました。自分へのお土産ですね今から、三島に戻ってラストスパートしっかりやっていきたいと思います。電車の時間も、車の返却時間も全部バッチリなので、これであとは追い込んで頑張っていければなと思っております。よろしくお願いします。はい、というわけで宮崎駅に戻ってまいりました。やっぱりですね、なんか、まあ、いろんな人に聞いてみたんですけれども、まあ、天候のこともあってこの周辺が一番人が集まってるんじゃないか、声をかけやすいんじゃないかという、アドバイスも、いただいたので、もう最後まで時間の許す限り、粘りたいと思います、頑張ってチャンネル登録してもらいたいと思います。はい、今ですね、視聴者さんと遭遇しましたありがとうございます。いえいえ、カジサクチャンネルいつも見てくださってるそうで、はい、ありがとうございますちなみに好きな動画とかお聞きしても大丈夫ですか。リオさんのプロポーズ動画が、僕がプロポーズしたやつですか。ありがとうございます。雨が降ってるんでお気をつけて。はい、ありがとうございます。今ですね、先ほど声かけた学生の男の子がですね、僕のところに、走ってきて、これあげるっつってこれくれました。なんて可愛いんでしょう、宮崎の男の子。本当にありがとう。何かはわからないんだけれども、本当にありがとう。嬉しいです。顔出しは NG だったんですけれども、すでに登録済みのお二人に、会うことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。好きな動画とかありますか？三夫婦企画。三夫婦企画。ありがとうございます。はい、今ですね、お声掛けさせていただいてるんですけれども、どうやらですね、電車が一部雨の影響で運休してたりするみたいなので、普段よりはちょっと人の数が、少ないようです。普段だったらもっと多分にぎわってると思うんですけれども、まあでもこれは天候なのでね、まあ残念ですが、最後までね、諦めず宮崎駅で頑張ってやっていきたいと思います。今ちょっともう一食ぐらい
せっかくだから栃木の栃木といえばやっぱり餃子ということで、こちら青源さんにやってきました。でなんと撮影許可も OK ということで、ありがとうございます。この一番人気の青源セットを頼ませていただきましたので、見てください。これこっちが焼き餃子で、こっちがネギの味噌だれの餃子です。美味しそう。いただきます。じゃあまずは普通の焼き餃子から。中のあんの味がすごい濃くてしっかりついてて美味しい。続いてネギ味噌、めちゃくちゃうまい。美味しい餃子にネギたっぷりでしょ。でこの美味しい味噌だれでしょ。めちゃくちゃうまいっす。これぜっぺいビールでしたね。また来ます。ここでビール飲みます。めちゃくちゃ美味しかったです。あっという間に完食です。ごちそうさまでした。最高でした。ということで時間が10時までに帰るということで、だいたい2時間で着くとはなっているんですけれども、渋滞を考えて一応3時間前には帰ろうかなと思っているので、あとまあ約1時間ぐらいですね。ラストスパート頑張って7時にはもう出て無事に帰り着きたいと思います。ラスト頑張ります。ですね、どんどんですね先ほどよりも激しい雨となっておりますが、そのせいもあってかですね、駅人が全然、出てこなくなってしまいました。ラストスパートかけたいところなんですけれども、どうなるでしょうか。ちょっと、不安です。でも最後まで諦めずにやっていきたいと思います。なんとチャンネル登録してくださっているということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに好きな動画とかはありますか。好きな動画ですか。はい、やっぱりトンボさんと、はい、リュウちゃんの結婚の、あ、結婚のプロポーズ、ありがとうございます。これからも見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今ですね、女性2人に、お声掛けさせていただきまして、なんとお一人が開作チャンネルをよく見てくださってるみたいで、ありがとうございます。ありがとうございます。バッチリです。バッチリで、お姉さんはまだ未登録ということで、すいません雨の中。いや全然。お姉さんがログインの方ができなかったということで、でもお姉さんが視聴者さんに最後会えてよかったです。ありがとうございます。あ、見てくださいぜひ。じゃあ今後ともカジサクチャンネルよろしくお願いいたします。宮崎最高でした。ありがとうございます。はい、ということでですね、時間的にもうタイムアップということで、もう今回はですね、もう絶対遅延してはなるものかということで、少しですね余裕を持って宮崎の空港に、戻りたいと思います。最後まで、土砂降りでしたけれども、温かい人に触れてですね、本当に楽しい思い出ができました。たくさん視聴者さんの方にもお会いできましたし、新しく登録してくださった方もたくさんいました。本当に宮崎最高でした。ということで急いで帰ります。宮崎ありがとうございました。さあということで、今お声掛けをしていたところ、先ほどお昼に登録してくださった方がなんとお友達を連れてきてくださいました。わざわざありがとうございます。職場の同僚さんで登録してくださいました。お二人ともありがとうございました。
ということで、もう辺りは薄暗くなってまいりました。鳥が異常に飛んでおりますが、今時刻は間もなく、19時になるところなんですが、めちゃくちゃ混む可能性があるので、万が一のためにちょっと早めにこれにて終了と、そして事務所に戻りたいと思います。お姉さんが話しかけてくださったんですけども、はい、今何されてたんですか？カジサック見てました、うん、新幹線で見てて、ありがとうございます。今まさに47届いてやってるんですよ。嬉しい。で、ほらチャンネル登録ぶりありがとうございます。そして順位長のことは知って、はい、知ってくれてる。頑張ってください。ありがとうございます。久しぶりの顔出し OK のお兄さん方ありがとうございます。ちなみにカジサックチャンネルは見てますか？うわ、見てない。お兄さんに関してはムービー初めての人の顔してましたけどね。嘘つけ。ポチッポチッ、ありがとうございます。嬉しい。ぜひ見てくださいね。バイバーイ。ありがとうございます。今フォローしてくれてありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。もうすぐ新幹線が出るということなので、これから新幹線に向かおうと思います。もうすっかり暗くなってしまいましたので、やれるだけのことはやったかなと思っております。結果発表。まずはですね、はいはい、無事にお帰りなさい。何事もなく、ちょっと実はですね、トンボさんがちょっと心配してたというか、はい、九州は結構大雨で、もう大雨でしたね。これ下手したらまたこれトンボ帰ってけへんのちゃうか。よかった、帰ってこれ、帰ってこれました、うん、はい、しかも3人それぞれね、だいたい21時30分ぐらいには帰ってきて、はい、そうですね、はい、今もう22時前なんですけども、はい、撮っちゃおうということで、はいはいはい、めっちゃ楽しみです。楽しみ、はい、結果どうなるか、うん、行こうか、行きましょう、はい、順番的にトンボからですね、はい、俺からか、発表お願いします。はい、今回私山口トンボがチャンネル登録していただいた人数は79人です。すごい、マジマジです。やばー、すごい。あの大雨で、はい、頑張りました。うわー、マジすごいじゃん。やっぱりちょっと前回のがあったから、まあ前回のもあったし、まあいろいろありまして、うん、ほぼ断られてないんですよ。本当に今回びっくりするぐらい、うん、雨めっちゃ降ってんのに、めっちゃ降ってんのに本当に優しい。宮崎県民、宮崎県民の方々本当に優しいです。え、ちょっと感動は、はい、そんな行くと思ってなかった、マジで。そうなんですよ。俺マジリアル予想8やったから。おい、前回1多い。もうね、始まってね、10分ぐらいで7もう超え、並んで、すごい、もうそれでテンション上がっちゃって。ちょっと感動すごいね。すごい、すごい、はい、内訳言います。あ、お願いします。はい、内訳、新規61人、すで、うん、に登録してくださってる方が18人でした。多い、多い、多い。いやー、もう、うん、これはね、もう我々やった人間やから分かるのが、うん、はい、状況とかを聞いた中での79は俺すごいと思う、うん、ありがとうございます。すごい、嬉しいわ。ほんまにすごいと思う。嬉しいですよ、本当に。お疲れさん、本当に。ありがとうございます。さあ、そして、はい、今、もともとこの企画の申し子はリュウジとなっていたんですが、はい、ここに来て安武じゃねえか説出てきてる。そうなんだよ。発表お願いします。はい、今回栃木県、私が登録していただいた人数は177人です。すごいな。すごい、ちょっと待って、超えた？抜いたんじゃん。抜いた。常さん抜きました。うわー、すげー。 MVP 候補に遅れてた。いや、すごいわ。やっぱほら、申し子やん。やっぱお前すごいな。177。はい、ちょっと待って、まずは、はい、変換 MVP か、変換、安武が今トップになりました。とんでもない数字だよ。すごい。
か。今のところはですよね。今のところはね。今のところはね。はい、うん、内訳は、内訳は新規が160、すでに登録されていた方が17。いやーすごい。となっております。しかもどうせやっちゃんあれやろ、はい、観光もしてんねやろ。はい、2グルメ2観光してきました。お前どうやってやんの。勉強させてもらいたいな。本当っすよ。すごいわ。いやでも毎回いろんな県民性にちょっと、うん、なんか感動させていただくんですけれども、うん、栃木県民、まあもう主に宇都宮だったんですけども、うん、理解が早いというか、その器のでかさとプラス頭の回転の速さというか、うん、僕がすいませんって声かけてちょっと説明するんですよ、うん、で登録をお願いしている企画なんですけれども、うん、これどういうことかと言いますとぐらいで、あ、わかりました、いいですよ、だから回転率がすごいんですよ。すごい、すごいな。それでもうすごいたくさんで、なるほどな、あ、聞いたことあるぐらいでも全然いいですよって登録してくださって、なのに帰り際に大体みんな頑張ってくださいねみたいな感じで言ってくれるんですよ。あ、それ宮崎もや、ねえ、宮崎もそうでしたわ。優しい、帰り際優しかった。本当にこの企画って、うん、土地土地の温かさを感じる。最高でした、はい、にしても170万円。いや、ちょっと驚異的やわ。ありがとうございます。さあ皆様、はい、初登場中委員長、はい、ね、じゅんちゃんよ。いるから、じゅんちゃんです。果たして一体どうなってるのか、うん、はい、情報によりますと、こちらはね、まあ、いつも通りですけども我々小部屋でね、はい、トークしてるんですよ、はい、常が詳しくて、準委員長、はいはいはい、準委員長は、うん、コミュニケーションバケモンやって言った。バケモンです。ありがとうございます。そうですね、はい、お化けだな。準はそうですね。さあでは準委員長発表お願いします。はい、私が行かせていただいた静岡県、登録してくださった人数は158人だ。すごいわ、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 すごいよ、すごい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 、マジっすか。あの一発目で100、そう、やばいわ、やばいやばい、やばい、やったけど聞いてブルブルブルだって。いやでもダメだーって、一発目でそれはすごい、すごいよ、ほんまにすごい。でも僕も2グルメ2観光しました。マジでお前、はい、すごい、すいません、どうなってんねんお前ら。なんなら帰りの新幹線でもう1グルメしちゃいました。さすが3グルメです。ペコペコで。いやちょっと感動だわ。すごいすごいね。でもすごいです、やっぱ安川さん。あ、内訳、あ、いいんですか、はい、内訳がですね、ありがとうございます、新規の誰にありがとうございます。僕が取ってたメモに対して忘れちゃった、今。ねえ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 、何も言ってなかった。失礼しました、はい、取り乱してすみません。新規登録者の方が145名。うわ、すごい、すごい。そしてマジすげえ、登録済みの方が13名となっております。素晴らしい、ありがとうございます。お前何回も言うけど、ほんまに初っ端でこの数字エグい、エグい、すごい、すごい。これちょっと中野くんに申し訳ないけど、とんでもないライバル現れた。現れた。そう考えたらそう、確かに急に勝てん。勝てない。いや、すごい、いやいや、すごい、今回すごいよ、いいですよ。いや本当にもうね、もうずーっと土砂降りだったんだ。本当にすごい、すごい。だって、うん、なあ、中野君で言うたら前回土砂降りで20何人やったから。そうそうそう、そう考えたら、うん、遠いし、遠い、そう、遠いし、そう、すごいよ、頑張ったんや。ちょっと今日は相手が悪かった、相手が悪かったな。でも宮崎をな、うん、楽しめたから。そう、楽しめましたよ。僕もね、観光行ってきましたから。はい、行きましたわ。大雨の中行きましたよ。ビーチに行きましたわ。ビーチ、はい、やっぱ大雨のビーチは一人も人がいなかった。何しに行ったんだ。え、スーパーは今回スーパー、スーパー行ってない。面白い店員さんがいるスーパー行ってないんだよ今回は。でも本当にね、あったかかった、うん、マジで、ね、本当さっきも言いましたけれども、はい、もうほとんど断られてないんですよ。すごいよ、ね、だからね、今回ね、うん、ちょっと雨が降ってなかったら俺倍から行ってたと思うんですよ、人数、うんうんうん、なるほど。いや本当に本当に倍からもし行ってたら2位になれてたから、そういうことや、うん、倍から行ってても2位。これやばい。
やってすごいです。多分安田にも途中でもうスイッチ入ってさ、そうですね、 MVP 狙いに行ったやろ。そうですね、観光もしてしっかり優勝したいなって気持ちが今回あったんで、すごい嬉しいです。いや、かっこええ、マジで素晴らしい。今回お疲れ様でした。ありがとうございます。まだまだ戦いは続きますから、頑張ります。では最後にちょっとポイントのおさらいいきます。はい、今回残念ながらとも頑張ったけども、第3位というわけで10ポイントなので、トータルポイントが30ポイントになりました。そして、順位長が、25ポイントだったので、はい、20ポイント入って45ポイント、うん、そして、安武さんが、やっちゃ50ポイントだったので80ポイントリュウジとなりました。ついに、なんだこれリュウジ、やばい、ついに追いついた。そして順位長が、はい、常を抜きました。うわー、そうか、やばい、そうよ、そうだ、そうなるんや、やばい。だって常も2回しか行ってないから。そうだ、そうだ、2回か。そう、ちょ、マジで次行きたい。ええ加減して。もう、やることないんです。いきなり休みもらってる。確かにね、確かにね、結局家で仕事しちゃうんだから。確かにそうだ、前もってじゃないからね。ちょっとこれはおもろなってきましたよ。これはちょっとリュウジも震えてくんじゃ。来ましたね、ちょっと焦りが、焦りが。そうか、はい、しかもこのバケモン出てきたからね。やばいね、盛り上がってまいりましたよ。いよいよ折り返したかな、もう、はい、次回は第7回でございますから、はい、次回も楽しみにというところでございます。まずはですね、今日、まあ、ともどぶも大雨で大変だったと思うんですけど、いや、とんでもございません。3人が無事に帰ってきてくれたこと、そして改めて今日ね、皆さん声が出させていただいて登録してくださった方々、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの動画はもうコメント欄反映させたいんで、いろんな意見あったらまたぜひコメント欄の方にください。それでは第7回にまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。なんで言えへんねんから。うなずいちゃった。噛み締めちゃいました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。